今日ご紹介するお料理はですね、塩釜焼きです。お料理好きな方はご存知かなと思うんですけれども、卵白で、お塩を練ってですね、お肉や野菜を閉じ込めて、こういう形で、はい、オーブンでですね焼いたお料理です。開けてみましょう。さあ中から何が出てくるかな。はい、今日の塩釜焼きは真鯛です。今日はですね、実はお魚のお話です。お魚がですね、実は私たち人間を含む背骨を持つ脊椎動物というですね、生き物のご先祖様にあたるということを皆さんご存知だったでしょうか。実はそのつもりで見ていくと結構ね、共通点があるんです。さあまずはですね、そうですね、体の皮膚、まあ皮ですけどね、これ結構柔らかいです。なんか開いていきますとですね、ほろほろと身がね崩れていきますね。うん、美味しそうです。中にですね、太いこう背骨が見えてきます。はい、私たち人間にもありますよね、脊椎というやつです。脊椎動物の名前の元になっていますよね。はい、これがですね、一つの大きな特徴です。そしてその背骨のですね、一番先端部分は頭の骨につながっています。で、頭の骨もね、こういうふうにこう顎があって、人間と共通した器官です。私たちもね、この部分に顎があって、ここ中空といいますか、こうね、あの空隙ができてますよね。仕組みは同じです。で、ずっと辿ってきますとですね、はい、このような形で、はい、筋肉の節になっているのがさらによくわかるわけですけどね。さあほぐしていっちゃいましょう。こんな感じでですね、なんかぶっとい骨が入っています。あとですね、そう、あの頭の骨ね、いろんなあのいくつもの骨の連なりでできてますけど、私たちの頭蓋骨もそうなっています。そして目ですね、こうこんがり焼けてですね、ちょっと白くなっちゃってますけれども、私たちの目と同じような、レンズを持つカメラ眼というんですけれどもね、同じような仕組みの目となっています。で、私たちの目も水晶体って言われます中の部分は、あの透明なタンパク質、クリスタリンというね、タンパク質でできているんですけど、お魚もですね、鮮度のいいお魚を見分けるときはね、こう目の透明度でキラキラした目で見極めろみたいなことを、ね、聞いたことがありますが、とても透明な綺麗な目をしていますよね。実はこのようなですね、私たちと同じようなあの目の仕組みですね、があの登場したのは、今から5億4000万年ぐらい前のカンブリア紀というですね、時代の始まりとともにだったというふうに言われています。最古の魚類と言われますものの化石がですね、実は5億3000万年前の化石が残っていて、それにですね、しっかりその目の跡が残っているんです。で、目というのは実はですね、あのちょっと乱暴な言い方ですけれども、脳みその一部がですね、発生の段階でギュギュギュって前に伸びてね、こう外に向かって出ているような器官なんですね。で、5億3000万年前の最古の魚にはっきりした目があるということは、もうその時点でですね、私たちのご先祖様、魚になっていた、つまり脳がちゃんとですね、できていたっていうことを示しているというふうに考えられています。ではですね、お魚の進化について図を描いてみました。で、実はですね、お魚に至る前の私たちのご先祖様はナメクジウオというですね、生き物に近いというふうに言われているんですね。で、ナメクジウオというのは実はですね、三河大島にもその生息地の日が立っているぐらいで、三河湾にもいるというふうに、ね、言われていまして、私たちにも馴染みの深い生き物なんですけど、見た目は確かに魚にすごく似ているんですけども、でもね、お魚とはだいぶ違います。あの例えば魚のような目は持ちません。なので脳にあたる神経の塊はまだないというふうに言われています。そして背骨も硬い背骨はありません。で、その代わりに脊索というんですけれども、背骨の代わりになるような、体の芯になるようなですね、あの細い筋の器官が入っています。で、筋肉がですね、こう節に分かれていまして、で、その芯になる脊索とその筋肉をですね、うまく組み合わせて素早く泳ぐことができることが分かっています。で、このナメクジウオの仲間に近いものから、やがてその背骨にあたる部分、脊索がですね、背骨に固く進化して、で、そして脳ができ、目ができて、魚が登場したというふうに考えられているんです。で、今のところ最古の魚類、最古の魚と言われていますのは、5億3000万年前から化石が発見されているハイコイクチスです。で、よく見ていただきますと、ハイコイクチスちゃんとですね、目が
ついているんですよ。で、目があるということは、あの神経の塊である脳がですね、すでにできていたというふうに考えられています。で、またこう体の中を走る筋のようなですね、線もはっきり確認できまして、で、このところどころにですね、硬くなった部位、脊椎のですね、元になるような部分、あの背骨の、はい、元がですね、ちゃんと見えるというふうに言われていますね。ただね、まだハイポイクシスの段階では顎はありません。物をね、吸い込むようなっていう口しかなかったというふうに考えられています。顎ができるのはお魚の歴史の中ではもう少し後、肋骨のようなですね、後ろの骨から進化して、実はそれがですね、顎に変わっていったんだというふうに、ね、言われているんですね。これ私たちの顎もその名残なんですけれども、この骨ですね。はい、今日はですね、塩釜焼きをご用意しまして、私たちのご先祖であるお魚の体の仕組みをですね、こういうふうに見ながら進化のお話をしました。ぜひですね、皆さんもお家でお頭付きで お魚こうほぐしながら観察しながら食べてみていただくとね、いろいろと人間の共との共通点も見えて面白いんじゃないかなと思います。で、もちろんこうね、大きいお魚ちょっと苦手という方はですね、いろいろございます。シシャモって言ってね、売ってたりとか、煮干しなんかでもですね、もちろん体の仕組みいろいろ見えます。なのでですね、いろんなお魚で、観察して楽しんでいただけたらなというふうに思います。